あ、え？何？私の顔に何かついてる？いえ、あなたのゴーグルに以前から興味があったもので。これかい？ずっと同じ型のを使ってるんだ。使い心地が良くてね。丈夫そうですしね。君みたいなメガネもいいんだけど、私が使ったらすぐに壊しちゃうと思うんだよね。私のメガネも作りは丈夫な方ですが、さすがに巨人の手で叩かれたら。それは私のゴーグルだって壊れるよ。あとこれは曇りやすいって弱点もあるんだ。巨人の熱気に当てられるとすぐに曇って前が見えなくなるからね。私のメガネも巨人の蒸気で曇るし、血しぶきも天敵ですね。ふーん、だいぶ形が違うのに苦労している点は同じのようだね。そのようですね。私もあなたのようなゴーグルに変えようかと思ったんですが。うん、自分の命を託す道具の一つだからね。馴染んでるものが一番いいと思うな。それに何より君はそのメガネがとても似合ってるよ。ハンジさんこそ。